フレンスブルクフレンスブルクは、ドイツ北部、シュレスビヒホルシュタイン州に属する都市。人口89,904人。ドイツとデンマークの国境に位置する町であり、デンマーク語も話されている。デンマーク語名では、フレンスボーと呼ばれる。近隣の都市としては、約30キロ南にシュレスビヒ、70キロ南東に、キール、約90キロ北東に、オーデンセが位置している。 ワルト海に接するフィヨルドの最奥部にある。南東にアンゲルン半島がある。キール、リューベックに続いてシュレスビヒホルシュタイン州における第三の規模の都市である。遅くても1200年頃までにはこの地にデンマーク人が入植している。1284年には都市特権を得た。15世紀初頭には カルマル同盟を成立させた、事実上のデンマーク女王マルグレーテ一世がこの地で、没している。15世紀に神聖ローマ帝国に属したまま、デンマークが領有した。16世紀に、デンマーク王室の文ケホルシュタインを取るプ家の、公領となった。1864年の第2次、シュレースビヒホルシュタイン戦争で、オーストリア帝国、プロイセン王国が勝利し、 1866年の広島戦争によりプロイ占領となった。第一次世界大戦後、ドイツ帝国の敗戦により、北シュレースビヒはデンマークに返還されたが、デンマーク人の多数いるフレンスブルクは、ドイツ領のまま取り残された。第二次世界大戦末の1945年4月30日に、ドイツ総統アドルフ・ヒトラーから、 後継大統領に指名されたカールデーニッツ元帥が、ここで、臨時政府を組織し、連合国との降伏交渉にあたり、同年5月23日の関係者逮捕による、解散となる。1248年に、フレンスブルクと命名されたと思われるが、明らかではない。クヌド・ラバルド公の委託により、騎士、フレノがこの地に城を築いた。このフレノ城の名を、 町の名にしたという見解もある。アンゲルン半島の北西に位置するフズビリア西に位置するビースから、デンマーク人が、交易や漁業を目的として入植し始め、遅くとも12世紀半ばには、後のフレンスブルクに建築されることのなる聖ヨハンニース教会や、聖ニコライ教会、聖マリエン教会、聖ゲルトルト教会周辺地域にまで入植が、達している。 この地への入植の主な理由として、歴史学的に以下の根拠が挙げられている。デンマーク王バルデーマー一世やザクセンコーハインリヒ三世により、ベンド人の支配がフレンスブルクから消滅された後、小さな公益集落は大きな意味を持ち始めて、より一体化した。この頃には、シュレースビヒ公国のクヌド公の栄誉にちなんだ、クヌドギルドが結成されているが、組合は、 当時すでに権利を有していて、次第に都市連隊軍に対する影響力も持つようになった。1248年デンマーク王エリック4世とエリック王の兄であり、後継者であるアーベルとの戦いのためフレンスブルクは破壊されたため、再建されることになる。1284年にデンマーク王エリック・グリッピングから非常に活発な攻撃の ヨーロとしての都市特権を賜り、新しい都市としてのシュレースビヒの公爵バルデマー4世から認定を受けた。フレンスブルクは急速にシュレースビヒ公国の中で重要な位置を占めていった。この頃のシュレースビヒ公国はデンマーク王の放置であり、南には新生ローマ帝国に属したホルシュタイン公国と隣接している。他のシュレースビヒ公国の都市と同様に、 フレンスブルクもハンザ同盟に加盟していない。しかしながら、ドイツ、ヨーロッパのハンザ都市軍との密接な商業関係が結ばれている。この時期の交易材は、塩と締めた大西洋日清であり、多くのヨーロッパの国々に輸出された。このフレンスブルクの威力は、資産層の町人から成り立つクヌドギルドが宗教改革されるまで続いた。 おそらく1263年、または、その以前に、コンベンサル・セーフ・ランシスコ修道院が創設されている。1409年に、シュレースビヒ公国の主導権をめぐって、ホルシュタイン公国と、デンマーク王国の構想が始まった。その結果、1411年コルディング条約にて、デンマーク女王マルグレーテ一世が、シュレースビヒ公国の領土の大部分を得た。 そして同年マルグレーテ一世によって、フレンスブルクのマリエンベルク地区に、ドゥボージーが建てられている。その翌年の1412年10月28日には、マルグレーテ一世が流行中のペストによって、フレンスブルクに入港中の戦場で没している。ペストや他の伝染病は、中世の都市にとって大きな問題であった。天然痘や赤痢。 その他の伝染性流行病は、フレンスブルクにおいても多くの住民の命を奪った、ものであった。また、当時のハンセン病患者は1290年に、混流された、聖ユルゲン病院に隔離され、その病棟は、フレンスブルクの町門前に建てられていた。さらに、1500年頃には、梅毒も流行り、当時の治療活動の中心でもあったキリスト教の、精霊病院は、 現在、精霊協会として、フレンスブルクの中心街にある。道路設備がされていない、当時のフレンスブルクの人々の生活は厳しい、ものであった。主要な道路でも整備されておらず、街灯もなかった。道のところどころでは、家畜の給費が漏れ溢れるような状態で、それがために、住民には、そのような場所では、木製のダムを設けて、給費などが、 道路に漏れでないようにして、人々の通行に支障を与えないようにすることが、義務付けられた。一般の家庭の暮らし向きは、家屋や中庭で家畜を飼い、牧夫に日夜牛や豚の番をさせたりなどした。その頃の家屋で、窓があるのは、中世貴族が住む家くらいのもので、ほとんどが、窓のない家屋が多かった。1485年、フレンスブルクは大火災に見舞われる。 また、この頃は、高潮なども絶えず襲ってきた。1602年に建てられた、船舶商会館では、今日でも高潮を予想するための推移検診が行われている。1526年から、ルーテル教会の教えが、交易路を伝って入ってくる。当時、フーズムの宗教改各社、ヘルマンタストが、フレンスブルクで教えている。また、 当時はまだ若い公爵だったクリスチャン公の奨励で、過去にドミニコ海修道士でもあったゲルト・シュレベルトが改革を進めた結果、デンマーク領であるにもかかわらず、フレンスブルクは次第にドイツの文化や言語の影響を強く受けていった。16世紀のハンザ同盟衰退後、フレンスブルクは北欧諸国の中でも公益都市としてとりわけ重要な位置を占めた。 その交易範囲は、地中海からグリーンランド、そしてカリブ海に及ぶ広範なものであった。その頃の主な交易材としてはニシンをはじめ砂糖、グリーンランド公海の捕鯨で得られる原油などが挙げられる。30年戦争の最盛期が終わる1627年から1628年に、かけてのバレンシュタイン皇帝による侵攻、また、 1643から1645年、1657から1660年における、デンマークとスウェーデンとの戦争で、フレンスブルクは大打撃を受けた。18世紀のフレンスブルクはラムシュ貿易のおかげで二度目の開花期を迎えた。ラムシュは、カリブ海からフレンスブルクに輸入され、当地で混合種として調合されて全ヨーロッパに流通されたため、 フレンスブルクはいわばカリブ海貿易のヨーロッパ拠点とも言えた。また、ラム酒の製造に必要な砂糖は、当初の頃は砂糖キビは当時のデンマーク植民地であったカリブ海の小アンティル諸島から輸入してフレンスブルクで砂糖に生成しており、おそらく三角貿易であったと思われる。しかし、19世紀初頭貨物列車の登場によりフレンスブルクの製糖業は、 近隣の大都市であるコペンハーゲンとハンブルクに押されて、次第に衰退することになる。しかし、第一次シュレースビヒホルシュタイン戦争後の1864年以降、砂糖キビの入手先がコアンティル諸島から当時の英国の植民地であったジャマイカに代わって、砂糖の必要量は確保された。こうして、フレンスブルクにおいて、ラム製造賞はかつては20を超えていたが、 その中でも、とりわけハンゼンハンセン、ポットポット、ゾンベルクサンバーグ、アスムスセンアズマッスン、デトレフフセンデチルフシンなどが町に影響力を持っていたとされる。今でも当時のハンゼンがヨハンゼンラムハウスとして、フレンスブルクのマリエンブルク地区に残っている。1460から1864年の間、フレンスブルク港は当時のデンマーク国家の中で、 コペンハーゲンに次いで2番目に大きな港であった。第二次シュレースビヒホルシュタイン戦争後の1864年にプロイセン王国の領土になったが中世の宗教改革後から続いてきた中産階級に見られたドイツの文化と言語の影響に拍車がかかり街はさらにドイツ化されていった。しかしながら今日もフレンスブルクにはデンマーク少数民族も多くいる。 医者、ペーター・ヘンニクセンが1875年、町人たちとバルト海水浴団体を創設し、フレンスブルクフィオルドに療養治療も兼ね備えた屋外プールの開設を試みている。この計画の名残が今日のバルト海水浴場に見られる。1889年、フレンスブルクは、所在地はそのままに、シュレースビヒホルシュタイン州の軍独立市となる。 1920年には国連決議によりドイツとデンマーク間の国境を定めるための投票が旧シュレースビヒ王国で行われた。この時南北シュレースビヒの内北側では住民の多数がデンマーク側を投票しドイツ側を主張する住民は少なかった。しかしフレンスブルクを含めた南シュレースビヒの地方団体は過半数を大きく超えて ドイツ側に残ることを主張した。その評決の結果、旧シュレースビヒ王国は、デンマークとドイツに分割された。ことに、フレンスブルク近隣のコルンダー森林とトゥマーシは、デンマークに、フレンスブルクは、ドイツに属したので、フレンスブルク市は、ドイツ側に位置する国境の町となった。ドイツ政府は、フレンスブルクがドイツを選択したことに敬意を表し、 ドイツハウスを寄贈したまた、ボルガー・フォレニンガンとフレンズ・ボーガスは、在フレンスブルクデンマーク人の中心として発展した。1933年のフレンスブルクは、ナチス・ドイツによって、市政の権限は脱出統制され、ナチ党の政治家であるビルヘルム・ジーベルスが市長に、選任した。また、1935年の終わりには、党内分裂により、 エルンスト・クラハトが市長の座を得ている。軍備拡張のため、フレンスブルクは要光として、また軍駐屯地として発展した。第二次世界大戦の間、爆弾投下による建物の被害は街の数カ所のみであった。しかし1943年5月19日、デンマーク人幼稚園の園児20人以上が防空壕で命を落とした。それは、 防空壕が標的になりやすい造船所と発電所の近くに位置し直撃弾を受けたためであった。戦後においても間もなく弾薬庫の爆発が起こり多くの犠牲者が出た。第二次世界大戦末期のベルリンの戦い後、アドルフ・ヒトラーに代わってカール・デー・ニッツが指揮する最後のドイツ国政府が1945年4月30日にフレンスブルクの海軍兵学校に置かれ、 数週間存続した。1945年5月23日、英国軍によって解散させられ、党員は逮捕された。第二次世界大戦後、フレンスブルクは英国占領地となる。英国軍政はフレンスブルクに2つの難民キャンプを設けた。難民の多くは、ポーランドやウクライナ、バルト3国、ユーゴスラビアからのかつての強制労働者たちであった。 戦後隣国のドイツ人追放により多くの非追放者がフレンスブルクに流れ込み、数年間人口が10万人を超えた。州の一角にあるシュレスビヒ氏とフレンスブルク氏は1945年後、デンマーク国民自由主義の思想に影響を受け、親デンマークの動きが強まった。多くの支持者たちは、市がデンマークと併合することを望んだ。 1945年から数年の間在、フレンスブルクデンマーク人が市長に選任した。ドイツ連邦共和国設立後、軍事施設をフレンスブルクに誘致する動きにより、市は経済的恩恵を受けた。しかし、東西ドイツ統一後はその軍人数も8000人程度にまで減らされ、軍事施設は解体されたり、他の連邦州に移されたりしている。 ことに大規模な海軍部隊と兵站部隊がメクレンブルクイコールフォアポンメルニ州に移された。こうしてフレンスブルク市の海域から航軍と艦隊の姿が遠のいていった。現在かつての連邦海軍の港湾施設は民間のスポーツボート場となっている。フレンスブルクは今日も対デンマーク貿易の場として大きな役割を果たしている。 いくつかのデンマーク系企業は、税金対策を理由に国境を越えて、ドイツのフレンスブルクに生産拠点を移転している。1970年、デンマーク領の南トインデルン軍管轄のメルデビュー地方公共団体が、フレンスブルク軍の管轄となり、フレンスブルク軍は拡張した。 1974年シュレースビヒ軍と一つにまとまり、新たにシュレースビヒフレンスブルク軍とされた。軍庁所在地はシュレースビヒ市である。これによってフレンスブルクは軍庁としての役割を失ったが、市自体は独立市として残った。今日フレンスブルクはドイツの基準で言うと比較的大きな都市として州の一角にあり、 ドイツ・デンマーク間の交流の中心地である。市には大学と短科大学がある。またフレンスブルクの歴史が語るように今日も海軍と貿易の都市という特徴を持つ。困難な経済政策のため2006年フレンスブルク市長はコルンダー森林を個人に売り渡した。フレンスブルク2014年。 EHF チャンピオンズリーグこの街のハンドボールチーム SG フレンズバーグハングイトは2004年におけるドイツチャンピオンである。ドイツ政府の連邦自動車庁の本部が所在し、その内局の内運転適正記録局は交通違反の点数管理を行う。そのため、ドイツ語では交通違反の点数をフレンズブルク点数と呼ぶことがあり、交通違反で検挙されることは フレンスブルク店をもらうと形容される。ありがとうございます。